こんにちは、はるなです。今回はハートモチーフのブランケットを作っていきます。材料の紹介です。アルパカツイードの赤を10玉、白を10玉使用します。かぎ針は8号と6号をご用意ください。サイズはこのような感じで作っていきたいと思います。もちろん自由にアレンジしてくださいね。それでは一緒に作っていきましょう。はい、まずは白の糸2本取りで最初のハートの部分を作っていきます。まず指に2回くるっと巻いて、この輪の中心から糸を引き出す。で、ここで鎖を1目で指を抜いて、立ち上げの鎖を1目で、この輪の中心から細編みを6目入れていきます。今6目細編みを入れました。で、この輪を締めていきます。一旦少し端に寄せて、この糸端を少し引っ張って、先に動いた2本をまずは引っ張って輪を締めて、最後にこの糸端を引っ張ってグッと、こんな感じです。2、3、4、5、6、最初の細編みの目に針を刺して引き抜いて次の段に行きます。鎖1目で立ち上げて、で、ここでは 1、2、3、4、5、 今立ち上げをした目以外のところに目を入れていきます。まずは隣のこの目に中長編みを1目、で、同じ目に長編み3目入れていきます。はい、今この目には中長編み1目と長編み3目が入っています。で、その隣の目、隣の目には中長編みを1目、で、隣に移ります。隣の目には細編み1目、中長編み1目、で、もう一回細編み1目、3目分今この目に入れました。で、その隣の目には中長編みを1目、で、隣移って長編みをまず3目入れて、で、その後に中長編みを1目同じ目に入れていきます。これで1周完了です。で、この後引き抜いていくんですけど、引き抜く場所ですね、これが立ち上げの鎖で、立ち上げの鎖が出ている下の目、ここに針を刺して引き抜いて次の段行きましょう。鎖1目で立ち上げます。で、この後細編みを入れていきます。入れる場所は前の段で、この中長編みをした場所、ここに細編みを1目、で、隣の目に中長編み1目入れて、その後長編み4目入れていきます。はい、今この目には中長編み1目と長編み4目が入っています。で、隣の目に移って、隣の目には中長編みを2目、はい、中長編み2目入れました。で、ここから3目1目ずつ細編みを入れます。1、2、3、 3目細編み入れました。で、次ハートの一番角っこの部分ですね、ここは中長編み、長編み、中長編みと3目入れていきましょう。中長編み、長編み、
中長編み、あとは左右対称に編んでいきます。細編みを3目入れる。でここには中長編みを2目、長編み4目で中長編み1目、合計5目入れていきます。中長編み1目入れていきました。で最後細編み1目入れて、で1周していきました。でまた引き抜いていくんですが、引き抜く場所先ほどと同じですね。ここが立ち上げの鎖になっていて、この立ち上げの鎖が出ている根元、ここに針を刺して引き抜いて、これでぐるっと一周。これでハート、最初のハートの部分が完成しました。で、ここでこの立ち上げの鎖のところに針を刺して引き抜いて、ちょっと多めに糸を出して、このままこの糸の端は切らずに置いておきます。で、ここから赤い糸で周りを編んでいきます。こちらも2本取り。まずは針にかけて、このような状態からスタートしていきます。でいきなり長編みを編んでいくので、針に1回このようにくるっとかけた状態からスタートしていきます。でこの針を刺す場所なんですが、このハートの外側のここが細編み、この隣が中長編みで、この中長編みのところから編み始めていきます。ここに長編みで、同じ場所にあと2回長編みを入れます。こんな感じですね。で1目開けて、その隣に長編みを3目、1目開けて長編み3目、1目開けて長編み3目の繰り返しでぐるっと1周編んでいきます。はい、今ぐるっと一周赤い糸で長編み3目ずつ1目おきに入れていきました。でこの一番最後の長編み3目の部分は、このハートの、中長編みを入れたところに入っています。でこの長編み3目のブロックが今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ブロック来ています。でここは一番最初の長編みのてっぺん、ここに針刺して引き抜いて、でちょっと長めにほどけないように出しておいて、この白い方の糸に戻っていきます。でこの白い糸では、このハートの
外側の縁ですねを引き抜き編みをしてくっきりハートの形が見えるように編んでいきます。で今ですねこの立ち上げの鎖のところに今引き抜いている状態で、ここから隣のこの細編みのてっぺんですねに引き抜いて、でその次はこの外側ですね、1目ずつ引き抜き編みをしている時にきつく編みすぎるとこのモチーフ平らじゃなくてこうギュッと丸まっていってしまうので、なるべくこの外側の目のサイズ幅ですかねと同じぐらいになるようにゆったりゆったり編んでいきます。でこれをこの今編んでいる引き抜き編みをなんでさっきやんなかったかっていうと、さっき最初にこれやってしまうとこの赤3目で編んでいくときに目がちょっとどこだどこだってちょっと分かりづらかったので、今このような順番で編み進めています。で最後細編みのてっぺんのところに針を入れて引き抜いて、ここで糸をカットして糸処理に入っていきます。今細編みのてっぺんのところまで引き抜き編みをしています。でこういう状態なんですけど、この隣の目に合わせて針を入れていきます。でこの真ん中に針を刺して、こうですね、これでこの周りが綺麗につながったと思います。でこの余った糸は後ろ側このたくさん集まっているところとかに入れておこうかなと思います。はい、こんな感じですかね。でここからは引き続きこの赤い方の糸で編んでいきます。で今最初の目に引き抜いているところですね。でここからこの穴に針を入れて、ここで細編みをしていきます。1目細編み、このあと鎖編みを2目、で長編みを2目、次は隣のこのブロックの間に長編みを3目、はい、今3目3目入れたところです。でこのあとここモチーフの角になります。前の段の長編み3目のこの真ん中の目に長々編みを入れていきます。今針に2回巻いてこの真ん中の目に刺して長々編み、でここで鎖編みを1目入れたら、もう一度同じ目に長々編みを入れていきます。
で、ここからはまた長編み3目このブロックに入れていきます。もう一回長編み3目入れて、はい、今長編み3目のブロックが3つできたところで、またモチーフの角、この前の段の3目の長編みの真ん中の目に長々編みを入れていきましょう。で、鎖1目編んで、もう一度同じ目に長々編み。で、ここからはまた同じように、この間に長編み3目入れて、3ブロック入れられたらまた角の編み方。で、また3ブロック入れて角の編み方という感じでぐるっと1周編んでいきます。はい、ぐるっと一周してきました。で、一番最初のここですね、ゴマ編み鎖2目編んだうちの鎖の2番目のところ、このてっぺんになってるところに針を刺して引き抜いて、次最後の段ゴマ編みで編んでいきます。鎖1目で立ち上げて、まずは今引き抜いた目からゴマ編みを入れていきます。で、基本的にはこの前の段のてっぺんに合わせてひたすら細編みをしていきます。で、この角の鎖1目のところ、ここには細編みを3目入れていきます。今角に細編みを3目入れました。で、それ以外の部分は基本1目ずつ入れて、で、この角が来たら角には3目入れるという感じでぐるっと1周編んでいきます。はい、ぐるっと一周やっていきました。最後のこの長編みのてっぺんまで細編みを入れられたら、ここで糸をカットしていきます。私はだいたいこのように置いた時のこの角ぐらいの位置で切って抜いて端処理をしていきます。この一番最初に編んでいる細編みの目、手前から奥にこのように刺して、一番最後の目、真ん中から奥に向かって刺す。で、今入れた目はもう見えなくなるぐらいで引っ張って大丈夫です。で、最後に編んだこの細編みの縁にこの糸端を入れていきます。
途中のここも編み始めの赤い糸も内側にしまっておきましょう。これはどっち向きに入れてもいいです。余分なところはカットしたら、これで真ん中白、外側赤バージョンのモチーフ完成しました。モチーフのサイズがだいたい14センチ、ちゃんとこうしっかりと整えると14センチぐらいになります。で、今回私はこのブロックボードを使って、この4つ角をこのように棒に刺して、こんな感じで、なんか他のモチーフを編んでいる時に勝手に時間経過でこういう四角に整ってくれるようにしてみました。ちゃんとこれで14センチサイズになっています。最後に1個ずつ全部モチーフを整えるのがちょっと面倒だったので、モチーフ編みを良くする方はこういうものを用意してもいいかと思います。で、今編み方紹介したのはこちらの真ん中白のハートがあって外側が赤いものだったんですけれども、これとは別で赤と白の2本取りで編んだものと白の2本取りで全部編んだものという、今回はこの3種類を組み合わせてチェック模様を作っていきます。で、基本的な編み方は先ほど紹介したこれと一緒になってます。で、ちょっと違うところが、このハートの縁取り引き抜き編みをしたかと思うんですけれども、こっちの2種類ではその引き抜き編みをしていません。引き抜き編みなしでここまで来たら、ここのスタートの位置まで引き抜いて移動していって、ここで立ち上げて編み進めていくという風になっています。ちょっとここの編み方だけ説明していこうと思います。はい、今このハートの最後の細編みを編んだところまで編み進めてきました。で、この後引き抜くところは先ほどと同じで、この立ち上げの鎖編み1目が出ているこの根元のところですね、ここにまずは引き抜いて、で、その後この鎖編みのところですね、立ち上げの鎖のところにも針を刺して、引き抜いて、で、その後この細編みのてっぺん、ここにも引き抜く。で、さらにその隣の中長編みですね、中長編みのてっぺんに引き抜いて、ここから鎖3目で立ち上げて、ここに同じ場所ですね、同じ場所に長編みを2目入れる。はい、こういう感じです。で、この後は先ほど説明した編み方と同じで、1目おきに長編み3目ずつ入れてぐるっと1周で、そのままこの白の2本取りでモチーフ1個を完成させます。で、これとは同じように白と赤1本ずつで編むバージョンも作っていきましょう。はい、こんな感じで編めたものを並べてみました。この真ん中白外赤のこのハート模様のモチーフは12枚で、この全部白のモチーフが6枚で、このミックスのモチーフが17枚、このような感じで並べています。で、ここからモチーフを縦横つなげていきたいと思います。はい、それではモチーフ同士をつなげていきたいと思います。モチーフをつなげるときは6号のかぎ針を使用します。で、糸つなげていく糸は赤と白1本ずつ使っていきます。で、このモチーフ、ハートがしっかり見えている方とこのシークレットの方があるんですけれども、この
縁が見えないからといってこの違う向きでやらないようにこのハートの向きを揃えてつなげていきます。それではこの糸1本ずつ手に取ってまずは揃えて、で少し糸端を残した状態でこのかぎ針に糸をかけていきます。2本まとめて今かけています。で1回針外して大丈夫です。ここがほどけないようにしながらこの糸の先がねじれていないか、ねじれていたらこうやってほぐしておきます。はい、それではこのモチーフの角に針を刺していきます。この角には細編みが3目入っているのでそのうちの真ん中の目、真ん中の細編みですね、今これこう2本分、まあ、4本なんですけどこれの外側だけに針を刺して、でさっき作ったこのループの白い方だけ引っ掛けて表側に出していきます。で今度はこの反対側のモチーフのカード3目のうちの真ん中の目の外側のところにだけ針引っ掛けて、で最初に作ったループの赤い方を表側にこうやって出していきます。でこの状態からこの白い糸をかぶせるような感じで赤い糸だけが針にかかっているようにします。よし、それではここからつなげていきます。で右のモチーフの今針を刺した隣の目に針を刺して白い糸で引き抜く。今度は反対側のモチーフのさっき針を入れた隣の目に針を刺して赤い糸で引き抜く。これ交互にやっていきます。隣の目、隣の目に白い糸で引き抜く。こっちは赤い糸で引き抜く。これ交互にやっていきます。こんな感じで点々点々っていうなんかちょっとステッチっぽい見た目になっています。でこれをこの端っこ、この角の細編み3目のうちの真ん中のところ、こっちも同じように角3目のうちの真ん中の目までこれを引き続きやっていきます。モチーフのカードまでつなぎ合わせられました。でまたこの次のモチーフを持ってきて、ここもまた同じようにこの角を探してやることは同じですね。でこの次のモチーフに移るタイミングだとこの距離が離れていると
このつなぎ目のこの糸がこうミョンって長くなってしまうので、しっかりとこう近くに置いた状態でつなぎ合わせてください。やることはひたすら同じで、この今画面向かって左側は赤い糸で、右側は白い糸で1目ずつ交互に引き抜いて、糸変えて引き抜いて、これの繰り返しで必要な分モチーフをつなげていきます。つなぎ方も慣れてくるとだんだんサクサクできるようになっていきます。今私は常に白い糸をこう掴んでいる状態で、赤い方の糸は編む時だけグイッとつまむっていう感じで編んでいます。で、編む時はあんまりこのモチーフ布を動かさないように、結構つまむような感じでかぎ針を持って、手首のスナップだったりとか、この指先のこの動きとかで私は編み進めています。人によって編みやすいやり方とかは違うと思うので、自分の一番やりやすいなと思う動きを探してみてください。今私はこのつなげ方が今回のこのハートのブランケットに合うかなと思ってこのつなぎ方にしたんですけども、ちょっとうまくできないとか自分の好きなつなぎ方があるという方は、もちろんそのつなぎ方でこのモチーフたちをつなぎ合わせてみてください。はい、今最後のこの角まで入れた状態です。で、最後の編み終わりはこのそれぞれから出ている赤と白の糸を一つにまとめて、最後2本まとめてこんな感じで引き抜いて、糸処理できる長さを残してカットしていきます。はい、最後はこんな感じです。最後の縁取りをするときにこの糸は一緒にしまい込みながら縁を編んでいくようにしたいと思います。で、こういう感じでこのつなげ方か、もしくは自分の好きなつなげ方がある方はそのつなげ方で、まずは縦どんどんつなげていきましょう。縦が全部つなげられたら横も同じようにつなげていきます。編み方は変わらずで、この十字路になっているところなんですけども、そこも変わらずに交互に角まで針を入れていきます。このモチーフが2本取りになっているので、違うところに引っ掛けないように気をつけながら編んでいきます。で、ここの角もう一回縦止めた時に糸が通ってるんですけど、この横を止める時にもこの角までしっかりと針を通していきます。ちょっとここ角度が撮影しながらだとすみません、ちょっとやりづらいんですけど、で、この右上の角、この左上の角、
じで横も編み進めていきます。縦を全部つなげられたら横も同じように編み方同じなのでつなげていきます。でこの十字路になっているところも全く同じようにモチーフの角のところまでしっかりと針を入れていきます。でここはちょっと針が入れづらくなってくるので違うところに引っ掛けないようにしながらこのモチーフのこの角まで同じように入れていきます。今この下側のモチーフの角に入れました。でまたこの上のモチーフの角にもしっかりと入れて、同じようにつなぎ合わせていきましょう。はい、縦横全部つなげられました。ここからは縁取り、外側をきれいに編んでいきたいと思います。それでは縁取り編んでいきます。ここではまた8号のかぎ針に戻して、ここからは赤2本で今から編んでいきます。で編み始めの位置はどこでもいいんですけど、角にはちょっと増し目を入れたいと思っているので、角からスタートするとちょっとややこしくなるので、角以外から私はスタートしていこうかなと思います。このように針にセットしてどこでもいいんですけど、この縁の目の外側だけ拾って細編みをしていきます。外側だけ拾って細編み、こんな感じで目に合わせて細編みを入れていきます。モチーフとモチーフのこの境、つなぎ目のところなんですけど、このモチーフの角、今つなぎ目の糸がこうやって入ってるんですけど、ここにも針を入れて細編みを入れます。で隣も同じようにこの角に細編みを入れます。でこの時にこのつなぎで使ったこの糸を一緒に編みくるめながら同時に糸処理もする感じで細編みをしていきます。はい、でこの角3目のところまで編んでいきました。この3目のうちの真ん中の目で増し目をしていきます。角3目の真ん中の目に3目細編みを入れていきましょう。角に3目入れられたら、それ以外のところはもう1目ずつ3目の真ん中の目にだけ増し目細編みを3目入れています。こんな感じでひたすら細編みで縁取りをしていきましょう。はい、ぐるっと1周細編みをしていきました。で一番初めに編んだところに針を刺して引き抜いて次の段に移っていきます。鎖1目で立ち上げて、また今編んできた目に対して1目ずつ細編みを入れていきます。この編み始めのこのピロンと出てるやつも一緒にこう巻き込みながら最後の糸処理を減らしていきましょう。で ここで編むときはこんな感じで、さっきはその奥側だけ
って針を刺してたんですけれども、ここではさっきとは違くて通常の細編みをしていきます。で、角なんですけど、角はですね、細編み3目この角に入っていると思います。で、この段でも同じように真ん中の目に対して増し目、同じ目に3回細編みを入れていこうと思います。ここに1、2、3回今細編みを入れました。で、角以外は前の目に対して1目ずつシンプルに細編みを入れて、角が来たら細編み3目の増し目をしてという感じでぐるっと一周、この赤の糸2本取りで編んでいきましょう。はい、ぐるっと一周細編みをしていきました。で、ここで一旦糸をカットして糸処理をしていきます。編み始めの最初の細編みの目に手前から奥にこのように針を刺して、一番最後のこの目真ん中に針入れて向こう側に出す。で、あとは入れられそうなところに糸端をスーッと入れていきましょう。になりました。はい、この後はもう少し縁取り編んでいくんですけど、ここからはこの白い糸2本取りで編み進めていきます。で、さっきまでは細編みだったんですけど、ここから白い糸では長編みで編んでいきます。まずは編み始め、針にこのようにかけて用意しておきましょう。で、いきなり長編みを編み始めたいので、この状態から糸を針に引っ掛けてくるんとならないように手で押さえてから始めていきます。で、どこからスタートしてもいいんですけど、ちょっと今回は角から編み始めてみたいと思います。で、角今3目入っている状態です。この角の真ん中の目にまず長編み入れて、ここで、この同じ目に対して5目長編みを入れていきます。今角に5目入れました。で、それ以外はこの1個の目に対して1目ずつ長編みを入れていきます。で、角が来たらまたその一番端っこの角の目にだけ5回長編みを入れるという感じでぐるっと一周編んでいきます。一周してきました。角だけ長編み5目入れて、それ以外は1目ずつ目に合わせて長編み入れて今一周してきたところです。で、ここで糸をカットして、とじ針で端をしまっていきます。一番最初に編んだ長編みのてっぺんのところですね、手前から奥に向かって刺して、最後の目
の真ん中から奥に向かって刺す。で、編み始めのこの糸もあるので一緒にしまっていきたいと思います。ちょっとここで軽く一回結んでからしまおうかなと思います。はい、それではここからはこの赤の2本取りで今編んできたこの長編みのところに模様を入れていきます。まずは針にこのようにセットしてからスタートしていきます。ここはきつくやりすぎずちょっとゆったりした感じでスタートします。編み始めはどこからでも大丈夫です。この長編みと長編みの間の隙間ですね、ここに針を入れて表側に出します。で、隣のこの隙間に針を入れて引き抜き編み、隣の隙間に針を入れて引き抜き編み、これはなるべくゆったりゆったり編んでいきます。これがきつくぎゅうぎゅうに編んでいってしまうと、このせっかく今編んできた縁がぎゅっとこう変に締まってしまって形が崩れてしまうので、きつく編みすぎないように気をつけながら縁取り引き抜き編みをしていきます。で、なるべくこの長編みのこのてっぺんの目の真下あたりにこの鎖の模様が来るようにやっていきます。下ではなくなるべく上側、でもとにかくこれはひたすら縁に沿って引き抜き編みをするのみとなります。はい、一周してきました。で、ここで糸をカットしていきます。で、このままだとここが分離してしまっているので、この一番最初の鎖に合わせてこういう感じで、最後のこの鎖の目真ん中に刺したら、このまま後ろに出す、こういう感じです。ここ軽く結んでいる状態です。で、糸処理は一番最後の縁を編み終わった後に、これを目立たないところにしまっていこうかなと思います。はい、最後は赤と白の2本取りで進めていきます。まずは針にセットして、一番外側はバック細編みで編んでいきます。これはもうどこからスタートしても大丈夫です。自分の好きなところに、まずは普通に細編みを入れて、進行方向がこっちですね。右側に向かって細編みをしていきます。この時糸端も一緒にしまい込めたら、一個端処理が減るので楽になります。で、ひたすらバック細編みでぐるっと一周この縁を編んでいきましょう。
はい、ぐるっと一周してきました。一番最初に細編みを入れた目まで細編みを入れて、ここで糸をカットしていきます。縁に合わせてしまっていきます。で、余分なところはカットしておきます。で、ここ以外にもまだ処理しきれていなかった、途中でこう残していたものたちも、この一番外側だったりちょっと目立ちづらいところにとじ針でスーッとこの糸端を入れたら完成です。ハートのブランケット完成しました。今回のモチーフ編みはこのモチーフだけではなくて、この留め方だったりとか、この縁の編み方っていうのがデザインの大きなポイントになっています。で、ここはデザインだけじゃなくて結構機能性もあって、この縁の部分が結構分厚くなっているので、丈夫な、この生地として丈夫なものになっています。この真ん中のモチーフたちを支えてくれている存在になっているので、ぜひ皆さんこの編み方試してみてください。はい、実際に膝にかけてみるとこういう感じになります。私はよくここでこう編み物をしたりしています。で、私はよくこのソファーに体操座りをしてしまうんですけど、そういう時はこのブランケットの向きを縦に変えて、足先までこうすっぽりと収まろうかなと思っています。で、このサイズ感だと肩にもかけれるかなと思ってて、こういう感じで本当に寒い時はくるまろうかなと思っています。で、今回はこの赤い毛糸10玉と白の毛糸10玉で作れるサイズにしてぐらいになっているんですけれども、もっと大きい方がいい、もっと小さい方がいいっていう方はこの毛糸の使う個数を調節して自分の好きなサイズにしてみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。